それでは早速始めていきましょう両足を伸ばして長座になります後ろのスペースが十分空いているか確認してゆっくりと背中を倒してください腕を下げますが手のひらは上に向けて優しく目を閉じていきましょう 何回か深呼吸をしてみてください。 それでは、足幅を腰幅ほど開き、両膝を曲げてください。お尻を持ち上げ腰を下げます。両足のつま先とかかとの位置がまっすぐ正面を向いているか、感覚で確認していきましょう。<laughs> 両膝が内側に入り、内股になっていないかも確認します。 それでは今から腹式呼吸を行っていきましょう。両手を重ねてお腹の上に置いてください。腕と肩の力を抜いていきます。上手にお腹が動かなくても大丈夫ですので、お腹に意識を向けながら呼吸を繰り返していきましょう。それでは、 一度息を吐きます吸う息でお腹を膨らませて吐く息でおへそをへこませ背骨に近づけていきますお腹がぺったんこになるまで息を吐き切ってください吸ってお腹 吐いて凹ませる。息を吐き切ります。吸ってお腹。皆さんのペースで何回か腹式呼吸を繰り返していきましょう。自分のペースで大丈夫です。 あと一つ呼吸しましょう。吐く息をしっかりと吐き切れたら自然な呼吸に戻ってください。一度腕を下げて足を伸ばしましょう。自然呼吸です。 私たちは普段お腹を意識して呼吸はしてませんので、腹式呼吸が上手にできなかったとしても普通です。それに、私たち現代人は姿勢がどうしても猫背になりやすいですので、猫背の状態が長く続くとお腹の筋肉が縮こまってしまって硬くなります。 なので、お腹を動かして呼吸するということは、お腹の硬さを取らないと呼吸ができません。今すぐというわけにはいかないと思うので、何回かね、練習をして、お腹の筋肉を柔らかくして、それからちょっとずつ腹式呼吸を深めてみてください。お腹が動き始めると、今度、 お腹が膨らんだり凹んだりしますから、それでお腹のマッサージができます。お腹のマッサージができるようになると、お腹がぐるぐるなってくる場合も結構ねありますので、そういう時にはね、あんまり気にせずお腹動いてるんだなーって思いながら、腹式呼吸を続けてあげるといいと思います。ちょっとずつね、 練習していきましょう。では、ここからはふくらはぎをほぐしていきます。足を閉じて、両膝をしっかりと曲げ、お尻持ち上げ、腰下げましょう。右足のふくらはぎを左膝の上に乗っけて、足の力を抜きます。右足のかかとを下にぐーっと下げてみてください。そうすると、ふくらはぎにかかる圧が強くなります。 足の力は抜いて、右足のかかとを少し下げるようなイメージです。そしたら、右足、縦方向に揺らしてみてください。摩擦はせずに、押し揺らしていくみたいなイメージです。硬くなっているふくらはぎの筋肉をほぐし、血液やリンパの流れを良くしていきましょう。 で、ある程度ほぐれたなと思ったら、位置を少し変えて、で、また繰り返していきます。自分の中で、ここのふくらはぎはすごい硬くなっているなっていうところを見つけながら、少しずつ少しずつほぐしていきましょう。座りっぱなし、立ちっぱなしで、意外とね、 ふくらはぎってすごく硬くなっているし疲れています。でもケアしてる方ってほとんどいないかもしれないですので、男性も女性もふくらはぎね、よくほぐしてください。 それでは動きを止めて右足を下ろし一旦足を伸ばして解放しましょう脱力です右足が軽くなるようなそんな感覚もあるかなって思いますけれど皆さんはどうでしょうでは反対いきます両膝をしっかりと曲げて足を閉じましょう 左足のふくらはぎを右膝の上に乗っけたら脱力。左足のかかとを下にぐーっと下げるようなイメージで圧をかけていきます。左足を縦方向に揺らしてみてください。で自分で圧の調整はできますからね。あまり痛すぎてね。 ほぐしにくいなっていうことであれば緩めた方がいいし、もうちょっと圧かけたいなと思えばね、自分で自由に圧の調整できますので、ふくらはぎ、よーくほぐしてください。 で、疲れの塊みたいなものがある方もいます。しこりみたいなか、あの、塊ですね。ゴリゴリ。ちょっとこう、大きな、あの、塊です。もしくは、長細くなんか貼ってるもの、鉄板みたいに長細く貼ってるものがあるよっていう方もいるし、もう全部が硬くて、何が何だかわからないっていう方もいます。 自分のふくらはぎの状態をいろいろね観察しながらよーくほぐしてマシュマロぐらいのふわふわのふくらはぎを作ってみてください。で、今すぐっていうわけにはいかないです。もうずーっとそのままね、硬くしたまま放置したまま何のケアもせず、もう硬くなっている筋肉ですので、ふくらはぎですので、何回も何回もこう、 時間をかけてね、ふくらはぎを柔らかくしてみてください。寝る前とかもね、おすすめですよ。足がもぞもぞして寝られないっていう方もいますので、ふくらはぎをほぐしてあげると足が落ち着いて、スーッと眠りにつけます。では、動きを止めて、左足を下ろしましょう。 両足を伸ばして脱力です。左足のふくらはぎの状態を確認してみてください。 それでは、両足を閉じて、右の膝を曲げましょう。右膝と右胸近づけて、両手で足を抱えていきます。しっかりと指と指を組んだら、腕の力で太ももとお腹を近づけて、顎を引き、肩をマットに下ろしていきましょう。呼吸は自然です。 太ももの後ろをよーく伸ばしてください。そしたら右足緩めましょう。今度は右膝を外側に倒して左手で足首をつかんでください。右手はね、 すねでも足首でもいいので持ちやすいところを持ちます。右膝を外側に倒して、左手で足首。右手は足首でもすねでもどこでもいいです。とりあえずね持っておきますね。そしたら腹筋使っていきます。顎を引いて、頭と肩を上げる。背中半分まで起こしてください。そしたら、左肘で右足を挟みます。 そしたら、右足のかかとと左の胸をぐーっと近づけてください。右手は外側から右肘で膝を抱えていきます。両手の指と指をしっかりと組んで、右足のかかとが左、胸の前にぐーっとくるように引き寄せてください。ちょうど右足のすねの内側が、 右と左の胸にぐーっと近づくような感じです。腹筋使って顎引いて頭と肩上げる。右足のかかとを左の胸の方に引き寄せて、右足のお尻の外側と太ももの外側、で太ももの裏側も伸びると思うので、全体的に大きな筋肉をしっかりと伸ばしてください。 腕の力を借りて、内側のすねと右足のかかとをぐーっと引き寄せていきます。緩めて、離して、下ろしましょう。で、脱力。体の線曲がっていたら整えてください。反対いきます。左膝を曲げて、 左膝と左胸を近づけ、両手で左足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んだら、腕の力を借りて、太ももとお腹を引き寄せ、顎を引き、肩と肩甲骨をマットに下ろしていきましょう。あとは自然呼吸です。太ももの後ろを程よく伸ばしていきます。 はーい。では、左膝を外側へ倒して、右手で足首を掴んでください。左手は足首でも、すねでも、どこでも大丈夫です。左膝を外側に倒して、右手で足首、左手はすねでも、足首でも、どこでもいいのに、とりあえず持っておきますね。腹筋使います。顎を引いて、頭と肩上げる。背中真ん中ぐらいまで起こしてください。 そしたら右肘で左足を挟みます。左足のかかとを右胸の方に近づけていくので、かかとの位置を上げてください。左手は外側から左肘で膝を挟みます。両手の指と指をしっかりと組んで、左足のかかとを右胸にぐーっと近づけていきましょう。左足の すねの内側の部分を両胸に引き寄せていくっていうイメージでもいいです。顎引いて腹筋使ってね、しっかりと頭と肩上げましょう。で、呼吸は自然です。腕の力は借りてますが、両肩はリラックス。左足のお尻の外側、太ももの外側、太ももの裏側を主に伸ばしていきます。 では、緩めて、離して、で、下ろしましょう。腕下げますが、手のひら上に向けて、両肩はリラックスです。呼吸整えていきましょう。ヨガの実践の中には、緊張とリラックスという反対の動きが入っていきます。現代人は、 緊張ばっかりしているので力を抜くっていうのがなかなか難しいと言われています。意識的に体を緊張させて、で、緊張からほどいた後はリラックスですからね。特にリラックスを意識する必要もないです。だから今の状態は皆さんリラックスできていると思うんですけれども、意識的に緊張させて、それをほどいたら自然とリラックスにつながるっていう感じです。 緊張とリラックスを繰り返しながらリラックスの仕方を自然とね、覚えていきましょう。それでは足幅をマット幅ほど広げて膝曲げていきましょう。両足の小指がマットの外側に来るように足をしっかりと広げます。そしたら両膝は外側に広げてください。 ちょっと股関節が違和感あるかなっていうぐらいまで開きます。両腕は下げますが、お腹の上に置いてください。腕は下げますが、手のひらお腹の上です。そしたら、股関節を動かしましょう。膝をしっかりと外に開いてください。両膝を右に倒します。外太ももと、 外側の膝をマットにつけて、左膝の内側をマットに近づけていきます。くっつけなくていいですよ。近づけてください。両膝一緒に真ん中に戻ります。膝開く。両膝一緒に左に倒しましょう。外太ももと外膝を床につけて、膝の内側をマットに近づけていきます。 両膝一緒に真ん中に戻りましょう。膝を開きます。足をしっかり開いてくださいね。両膝を右に倒す。外太ももと外膝を床につけて、内側の膝をマットに近づけていきましょう。両膝一緒に真ん中へ膝開く。両膝一緒に左側。外太ももと外膝床。膝の内側マットに近づける。 呼吸は自然でいいですので、両膝真ん中、両膝右。ちょっとリズムよく動かしてみてください。真ん中、右、真ん中、左、真ん中、右、真ん中、左。足をしっかりと倒してくださいね。 外側の太ももと外側の膝、外側のふくらはぎはマットにしっかりと下ろしてください。内側の膝はマットに近づけます。くっつけなくていいです。膝を開いて左右にしっかりと倒し、真ん中に戻るときも内股はなしでお願いしますね。股関節をしっかりと大きく動かしていきましょう。 で、上手にできなくても大丈夫です。私たち股関節そんなに動かして日常を過ごしてないので、だいたい座りっぱなしか立ちっぱなしか同じ動作の繰り返しではないですか。股関節をいろんな方向に動かすっていう動作に慣れてないですからね。ちょっとずつちょっとずつ股関節の可動域を広げていきましょう。で、さらに慣れてきたら、 一回一回止めて倒す。一回一回止めて戻す。ではなくて、なるべくこう、動きを線でつなげてみてください。滑らかに、右と左と真ん中と動かしていきます。で、自分で足をね、動かさないと動かないので、 自然と倒れるのを待つんじゃなくて、足をしっかり倒す、戻す、倒す、戻すっていうのを意識しながら動かしていきます。で、股関節も動かしますけれど、お腹の筋肉も伸ばさないといけないですので、股関節が硬くて動きが鈍いのか、お腹が硬くて動きが鈍いのか、それは自分でよく見てください。 なるべく動きを線でつなげてあげて滑らかにしなやかに動かしていきます動きをゆっくりにしていき振り幅を小さくしていきましょうさらに小さくしていき真ん中で動きを止める腕を下げ足を閉じ腰が浮かないようにして両足を伸ばしてください 両足伸ばしたら脱力優しく目を閉じゆっくり呼吸しましょう足が程よくだるくなってきますのでそれがリラックスにつながっていきます股関節周りがじんわり暖かくなってくるような感覚もあるかなと思いますあとはお腹が少し動いている方もいるかもしれません 今ある自分の感覚に意識を集中させてみましょうそれでは両手頭の上に万歳します 軽く伸びをしたら脱力。両足を閉じ、両膝をしっかりと曲げましょう。親指、かかと、ふくらはぎ、膝、太もも。しっかりとくっつけてください。そしたらこの後、お腹をストレッチしていきますが、肋骨もストレッチしていきましょう。 両足をしっかりと閉じて、閉じたまま両足を右に倒します。上の足で下の足を押して、膝がずれないように左の骨盤をぐっと右に押します。左肩少し浮くかもしれませんが、浮かないようにねじってください。<laughs> 両足一緒に真ん中、膝を閉じる。両足一緒に左側。 右の骨盤を左側にぐーっと押して、上の足で下の足を押し、外側の太ももを床につけてください。太もも離さず、膝はずらさずしっかり押していきます。両足一緒に真ん中に。両足一緒に右側へ。左の骨盤右に押す。自分で押します。上の足で下の足を押して、太もも離さず、膝はずらさず、 しっかりと倒しましょう。両足一緒に真ん中に。両足一緒に左側。右の骨盤を左に押す。真ん中に戻ります。呼吸と一緒に続けてみましょう。鼻から息吸って。吐きながら両足を右に吐き切ります。吸って真ん中。 吐いて左、吐き切ります。吸って真ん中、膝閉じる。吐いて右。吸って真ん中。吐いて左、吐き切ります。吸って真ん中。吐いて右。足は閉じましょう。膝はずらさない。吸って真ん中。吐いて左。 眉間の間力抜く。吸って真ん中。吐いて右。上の足で下の足を吸う。吸って真ん中。吐いて左。呼吸と動きを合わせます。吸って真ん中。吐いて右。吸って真ん中。吐いて左。吸って真ん中。 吐いて右。吸って真ん中、吐いて左。吸って真ん中、吐いて右。伸ばすところと使うところを使い分けしてください。吸って真ん中、吐いて左。体の側面を伸ばし、内太ももの筋力を使っていきます。吸って真ん中、吐いて右。 吸って真ん中、吐いて左。体の側面しっかりと伸ばして倒しましょう。吸って真ん中、あと一回ずつ。吐いて右。吸って真ん中、吐いて左。吸って真ん中、吐いて腕と足を下ろしていきましょう。 呼吸を整えてください。入る空気は入りやすくなってると思います。肋骨ストレッチしてありますので。なので、吐く息をしっかりと吐き出さないと過呼吸っぽくなるから気をつけてください。 お腹が動いている方もいるかもしれないし、お腹が軽くなるような感覚もあるかもしれません。で、下半身が何かスーッとこう流れていくような感覚もあるかもしれないです。感覚は人それぞれみんな違いますので、今ある自分自身の感覚に集中してみてください。で、どんな感覚であったとしても、その感覚を大切にしていきます。 それでは、両膝曲げていきましょう。両膝と両胸を近づけ、両手は両足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んでください。顎を引いて、肩と肩甲骨をマットにつけていきます。背中平らにしましょう。両足を左右に小さく倒していき、背骨の外側にある腰と背中の筋肉をほぐしていきましょう。 最初は小さな振り子ですけどね、だんだん振り幅を大きくしてみてください。顔の向きも膝が倒れた方と同じ方向に向いてあげると倒しやすいです。背骨出さないように気をつけてください。背骨出すと痛いです。 それでは、振り幅をだんだん小さくしていきましょう。さらに小さくしていき、真ん中で動きを止めていきます。両腕を下げて、両膝曲げた状態で床の上。体の向きを左側に倒して横向きにしましょう。 体を支えて、上体ゆっくりと起こしていきます。起きれたら、あぐらの姿勢で座ってください。膝をなるべく外に広げて、土台を大きく、上半身を安定させていきます。両手膝の上、優しく目を閉じたら、数回呼吸しましょう。 それでは、ゆっくりと目を開いてください。両足を伸ばして長座になりましょう。左膝を曲げて、左足を横に倒して、左足の裏は右内太ももにつけてください。 右足のつま先と膝のお皿を上に向けていき、かかとで少し見えない壁をしていきましょう。つま先は脱力で大丈夫です。骨盤立てて背骨をまっすぐにします。両手は太ももか膝かすねか。どこでもいいので置きやすいところに置いてください。吸い息で背筋を伸ばして遠く見ます。吐きながら上半身30度ほど前に倒していきましょう。 頭から背骨まっすぐ吸いながら上体を元に戻して吐きながら上半身60度ほど前に倒していきます遠く見てください腰が丸まらないように気をつけて吸い気で上体元に戻す吐いて上半身30度ほど前へ吸って戻す 吐いて上半身60度ほど前へ倒す。吸って戻ります。吐いて60度。吸って戻す。吐いて60度。あれさっき30度、60度って言っちゃいましたかねごめんなさい。これが60度です。そしたら皆さん、両手、 つま先持てたら持ってください。持てなかったら大丈夫。もしくは床の上でも大丈夫です。鼻から息を吸って背筋を伸ばして、吐きながら目線遠くでいけるところまで体を倒していきましょう。目線遠くです。自然呼吸です。 目線遠く少しずつ緩んできてもう少しいけそうだなと思ったら目線遠くのまま上半身を少しずつ前に倒していきます呼吸はゆっくりと太ももとお腹を近づけてくださいね 腰を丸めて頭だけ下げようじゃなくて、目線は遠く、頭から背骨をまっすぐに伸ばした状態で、上体を前に倒していきます。最終的には腕の力を借りて、おでこと足首を近づけていきます。おでこと足首を近づけようってする意識で倒してください。 お腹に圧がかかりますが、しっかり呼吸しましょう。腕の力は借りていますが、両肩はリラックスです。吸う息で上半身、ゆっくりと元に戻していきましょう。息を吐きます。反対いきましょう。左足を伸ばして右膝を曲げていきましょう。 右足を横に倒し、足の裏を内太ももにくっつけていきます。左足のかかとで見えない壁をグッと押して、つま先の力を抜く。両手は太もも、膝、すね、どこでも大丈夫です。起きやすいところに置いてください。吸い域で背筋を伸ばして遠く見ます。吐きながら両上半身30度ほど前に倒す。ほんと少しですね。 吸い気で上体元に戻して吐きながら上半身60度ほど前に倒す頭から背骨まっすぐ目線は遠く頭下げないでください吸って元に戻す吐いて上半身30度ほど前に吸って戻す吐いて上半身60度ほど前へ 目線は遠く。吸って元に戻す。吐いて三十度。吸って戻す。吐いて六十度。吐き切ったら両手つま先持ってたら持ってください。持てなかったらそのままで大丈夫。もしくは床の上でもいいです。鼻から息を吸って背筋を伸ばして。 吐きながら行けそうであれば、遠くを見ながら上半身さらに前に倒していきます。遠くを見ながら倒していきましょう。行けるところまで。呼吸は自然です。行けそうだなーって思うタイミングがあったら、遠くを見ながら上体をさらに前に倒していきましょう。で自分のペースでいいですからね。 人に見せびらかすための柔軟性は必要ではないけれども、日常生活を快適に過ごすための柔軟性は必要です。例えば、このアーサナで言うと、お腹に圧をかけたいんですね。お腹に圧をかけることで、胃腸の調子を良くしたり、お腹の老廃物を流したり、という効果が期待できるよと言われています。 なので、お腹と太もも離して、おでことすねを頑張って近づけても背骨が丸くなるだけですので、まあ、やらない方がいいですね。角度は緩くてもいいから、背筋を伸ばしてちょっとずつ伸びを深めてください。で最終的には、腕の力を借りて、おでこと足首を近づけていきます。 呼吸は自然です。おでこと足首を近づけていく。それでは、上体をゆっくりと起こしていきましょう。起きれたら一呼吸です。両足を伸ばして長座に。両膝を曲げて足をクロスさせていきます。 両手体の前に置き、お尻を持ち上げ四つん這いになりましょう。両膝閉じてください。腕と太ももが床に対して垂直になるようにしていきます。太ももの幅は拳1個分ほど開いていきましょう。 両腕と両太ももが床に対して垂直になるように確認します。後ろ足のつま先は寝かせておいてください。では、行ってみましょう。背骨を反らせたり丸めたりしていきます。では、鼻から息を吸って背骨を反らせて上体を起こしてください。頭を上げて喉元も伸ばしましょう。 吐きながら背骨を丸めて頭を下げるおへそを上にぐーっと押し上げながら頭下げていきましょう吸って背骨反らせて頭上げます喉元もできたら伸ばしましょう吐いて背中を丸めて頭を下げる腹筋使っておへそを上にぐっと押し上げてください 吸って反らせて。喉元伸ばしましょう。吐いて丸める。腹筋使っておへそを押し上げ、背中丸めます。お尻後ろ引かないように気をつけて。吸って反らして。吐いて丸める。吸い切って吐き切る呼吸です。 吸って反らして。な元とも伸ばしましょう。吐いて丸める。皆さんのペースで吸って吐いてで背骨を動かしましょう。吸い切って吐き切る呼吸なのでそんなに早くはできないです。 脳から直接、脊髄神経が背骨に通っています。背骨周辺にある筋肉をほぐし、背骨の動きを柔軟にすることで、神経系の働きを整えていこうとする。まあ、そういう目的があるアーサナンになります。なので、少しずつ少しずつ背骨の動きを滑らかにしていきましょう。そのためには、お腹の硬くなっている筋肉や、 背中の硬くなっている筋肉を柔らかくしていく必要がありますちょっとずつでいいですからね <laughs> 両腕だけに体重かけすぎないようにしてください最後息をぐーっと吐き切って背中を丸めます吸って緩めて 吐いて、かかとの上にお尻を預けて、チャイルドポーズでお休みしましょう。ゆっくり呼吸です。この後、重力によって内臓は大体下がっていますので、少し内臓をマッサージした後、 臓器の位置を整えていきたいと思います。両手顔の近くに置いて状態を起こしていきましょう。一度息を吐きます。それでは、両手の親指を内側に入れて4本の指先で親指をしっかりと握ってください。この拳を 太ももの付け根、縦方向に置いていきます。そしたら背筋を伸ばしていきましょう。遠くを見てください。呼吸は自然でいいですので、上体をゆっくりと前に倒していきます。頭から背骨、一直線、遠く見ながらゆっくりと上半身を倒していき、最後はおでことマットをくっつけていきましょう。 自然呼吸でもいいですが余裕があれば腹式呼吸に変えながら少しキープしていきます。お腹に圧をかけながらお腹マッサージしていきましょう。 それでは、背筋を伸ばして上体を起こしていきます。起きれたら一呼吸。両手体の前に置いてください。お尻を持ち上げて四つん這いになりましょう。内臓の位置を正常な位置に押し上げていきます。 一緒にね、やってみてください。両手のひらをしっかりと広げましょう。親指もしっかりと広げて、指と指の間もしっかりと広げていきます。腕は床に対して垂直。太ももの間は拳1個分ほど開けて、床に対して両太ももも垂直になります。後ろ足のつま先を立てて、鼻から大きく息を吸って、 吐きながらお尻を高く上に上げてください。両手でマットを押しながら、体で三角形を描きます。両膝を左右に交互にですね、曲げ伸ばししてください。両膝交互に曲げ伸ばし。腕から背骨一直線ですね、体で三角形を描きます。 見えてないけど、自分の中のイメージでは、左右対称の三角形にしてください。足幅少し開いてもいいですので、自分のやりやすい幅にしましょう。あんまり開きすぎるとね、アキレス腱、ふくらはぎ、膝裏、太ももの後ろが伸びにくくなるので、マット幅以上に開くのはなしだけれど、まあ、だいたい骨盤幅、ちょい広めぐらいですかね。 両手でマット前に押し、お尻は斜め上に引っ張って、で、膝曲げ伸ばししていきます。両足のかかとをマットに下ろしていきましょう。両手は前へ、お尻は斜め上に。呼吸は自然です。太ももに力を入れて、膝の裏を少し押し上げてください。 おへそが自然とへこんでいるのであれば、ちゃんと内臓が上にグッと上がっています。深呼吸するように呼吸してください。肋骨周りの筋肉がちゃんとほぐれていると呼吸しやすいです。両手は前へ伸ばしてお尻は斜め上に引っ張る。 呼吸は自然ですが、肋骨をしっかりと使ってください。頭を上げて、手と手の間に目線を、足を一歩ずつ前に歩かせ、何歩かかってもいいので、手首まで近づけてください。手首まで近づいたら、つま先とかかとがまっすぐ正面向いているのを確認して、お尻を伸ばして前屈です。10本の足の指の 先端が真っ白にならないようにしてください。10本の足の指の先端が真っ白にならないように、10本の足の指の付け根に体重かけるつもりでね。指の、足の指の関節が曲がっていたら、体重かけすぎですからね。指を伸ばして付け根に体重かけるつもりでお願いします。お尻を伸ばして前屈です。 余裕がある方は両肘を曲げて肘と肘をつかみます。腕と頭の重さで首の後ろが伸びていきます。背中も真ん中ぐらいまで、ね、伸びてくると思います。呼吸は自然です。上半身小さく左右にね、動かしてみてください。 伸びる場所が少ーし変わると思います。真ん中で動きを止めて、両手を下ろしましょう。顎引いて、膝少し曲げてください。背中を丸くしながら上半身ゆっくりと起こしていきます。 最後はおへそと胸と顔が正面。息を吐きましょう。腕を下げますが、手のひら正面に向けて、両肩はリラックス。優しく目を閉じたまま数回呼吸です。それでは、ゆっくりと目を開いていきましょう。 体を伸ばしていきます。足幅は腰幅ほど広げて、両手は体の前に指と指をしっかりと組んでいきましょう。手のひらを返して息を吸いながら両腕を頭の上。少し背中をしならせてお腹を伸ばし、胸を開いて目線は天井。はい、て脱力。もう一回いきます。両手を組んで、 息を吸いながら手のひらを返して両手頭の上へ背中をしならせお腹を伸ばし胸を開いて目線は天井何回か繰り返していきましょう吸いながら両手頭の上へ伸びる、はい手脱力 口から吐いても構いません。吸って伸びます。吐いて脱力。吸って伸びる。かかと少し上げてみてください。吐いて脱力。 吸って伸びる。かかと上げる。吐いて脱力。吸って伸びる。かかと上げる。吐いて脱力。最後、吸って伸びる。かかと上げる。吐いて脱力。 両足を閉じていきましょう。両手胸の真ん中に合わせて合掌です。それでは吸いながら両手頭の上伸びましょう。吐きながら両膝を軽く曲げていきます。指先から背骨まっすぐです。吸って伸ばして。吐いて両膝を先ほどよりもさらに曲げていきましょう。吸って伸ばして。 吐いて両膝いけるところまで下げていきます。指先から背骨まで一直線です。両手をマットの上に置き、お尻を下ろして長座になりましょう。後ろのスペース十分空いているか確認し、両手は太ももの上。ゆっくりと背中を後ろに倒していきます。 腕を下げますが、手のひら上に向けて両肩はリラックスです。少し呼吸整えていきましょう。それでは、両足を閉じて頭から足までがまっすぐ。右の膝を曲げて、右足左膝の上。 左手右膝の外側、右腕は横に大きく広げて手のひら上にしましょう。右膝を左に倒していきます。右の骨盤も大きく回転させて倒し切ってください。顔の向きは楽なところ。右と左の肋骨をぐーっとねじり、右の胸と肩を開きましょう。 自然呼吸で大丈夫ですそれではゆっくりと元に戻ります腕と足は皆さんのタイミングで下ろしてください 反対行きましょう。左膝を曲げて、左足のつま先右膝の上、右手は左膝の外側です。左手は横に大きく広げて手のひら上にしましょう。そしたら左膝を右に、左の骨盤右に大きく回転させていき、右遠くの床に膝を倒しきってください。 右と左の肋骨をしっかりとねじりましょう。顔の向きは楽なところ。左の胸と肩をぐーっと広げてください。呼吸は自然です。 それでは、ゆっくりと元に戻していきましょう。腕と足は自分のタイミングでおろし、頭から足までがまっすぐ、腕を下げますが、手のひら上に向けて両肩はリラックスです。優しく目を閉じ、体全体の力を抜いてください。鼻の呼吸に、 意識を向けていきます。 それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう足先と指先を軽く動かします動きを止めて頭を左右にゆっくりと倒してみてください耳とマットを近づけて 真ん中で動きを止めたら両膝を曲げていきましょう体の向きを右側に倒して横向きにします体を支えてゆっくりと上体を起こしていきましょう起きれたら足クロスした形で座ってください膝をなるべく外に広げて土台を大きくしましょう 両手は膝の上、優しく目を閉じてください。まずは姿勢を整えて、次に呼吸を整えていきます。それでは両手胸の真ん中に合わせて合掌です。 皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました食べたものをしっかりと消化するためには体力が必要です体力がない方は夏場特にですけど食欲がなくなります食欲がなくなってしまうと免疫力も低下してしまったりしますので夏風邪とかね引きやすくなると思います それに今の時期はね、あの、医学の力に頼ることももちろん大事になってくるんですけれども、私たちには自己免疫力っていうものがありますので、自分で自分の体を守るっていう機能がもともと備わっています。なので、その能力を自分自身で引き出してあげるっていうこともすごく大事になってくるのかなと。なので、内臓系をしっかりとこう、整えていく、強化していくっていうのは、 とても大事な、あのー、ところになるのかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、体に毒素が溜まってくると、すごくこう体もだるくなるし、気持ちもやっぱりこう、下向きになってしまったりとか、何かこうチャレンジしたいことがあっても、できないなとかって思ってしまったり、それは性格とかではなくて、体と心の状態を整えておかないと、そういうふうに誰もがなってしまいます。 なので、自分は大丈夫とかではなくて、あの、心と体ってすごく繊細ですしね、このストレス社会を生き延びていくためには、やっぱり心と体のケアってすごく大切だと思います。なので、私は大丈夫、と思っている方も、ちょっとね、自分自身を、あの、優しくする時間っていうのを作ってあげるといいかなって、 心と体ってすごくね、あのー、毎日毎日こう。 ダメージ受けながら私たち生活してると思うので、自分では大丈夫だと思ってても知らないところでね、たくさんダメージ受けてる可能性もありますから、自分自身で、こう自分だけの時間を作るっていうのを意識して、あの、10分でも20分でも、まあ、できたら1時間ぐらいはね、作ってほしいなって思うけど、毎日は難しいから、週1回、週2回でも自分と二人きりになる時間を大切にして、 あの、ぜひ、心と体のケアをしてみてください。今日はね、内臓に特化したクラスになっていますので、ちょっとこう、あの、元気がないなとか、消化吸収がちょっとなんかうまくいかないなとか、なんかこう、体が重だるいなとか、デトックスしたいなとか、そういう方にはとってもおすすめのクラスになりますので、ぜひ、参考にしてみてください。ではでは皆さん、この後もどうか素敵な時間をお過ごしください。 そんな願いを込めて、ナマステ。皆さん、今日もお疲れ様でした。また次のクラスでお会いしましょう。またねー